改めさせてもらうぞってバンの後ろを開けたらですね、まあこう縛るための棒だとか縄だとか手錠だとかもうバンバン出てきて、リアル現場主義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 イエイ。ナムさんって、はい、まあ、いろんなとこ取材行ってるじゃないですか。はいはい。でその中にはまあ少数でしょうけど、セクシービデオのなんかそういう取材とか、はいはいはい、もうなんか行ってるとおっしゃってたじゃないですか。あ、はいはいはい。っていうことは、あのそのエッチな本とか、まあ、そっち方面とかやってないんですか。エロ本があった頃は、まあ、多少関わってたぐらいですね。挿絵描いたりとか。ただこのコアマガジンっていうところでやってた時に、同じ会社で、ニャンニャンクラブ Z とか素人投稿ものの雑誌があったので、それが近くにあったので結構交流する機会とかもありましたね。そのニャンニャンクラブ Z って どんな雑誌なんですか。読者が自分たちのやったスワップパーティーとかそういう個人的なやつをこう雑誌に載せるってやつなんですけど、それはあのちょっと聞いていいかどうかわかんないですけど、マジのやつなんですか。マジのやつですね。すごだから、まあ、なんでみんなそんな載せたいのかっていうのがあって、それはでもやっぱりそういうなんですか、あの見られたい願望とかじゃないんですか。だから、まあ、もちろんそれがあるのは確かなんですけど、なんかこう厳禁な理由があって、当時はフィルムカメラだったんですね。あ、でフィルムカメラってこう現像所で焼かなきゃいけなくて、でなんか局部が映ってたり、あんまりにも性的なものって現像所が勝手に焼いてくれないんですよ。焼きませんとか捨てられちゃったりもすることもあって。あ、それ今でもそうですよね。今でも基本的にそうです。だからこうみんなその焼いてくれる現像書っていうのをすごく探したり大事にしたりしてたんですけど、ニャンニャンクラブ Z みたいな会社ではその読者さんから送ってもらったらギャラとかはそんなに払えないけれど現像はしますよ、で現像したのはあげますよっていうのを条件にしてたみたいな。なるほど。じゃあ普段現像できへんのをしてくれるからみんな投稿すると。でもそういう人もね絶対たくさんいたと思います。まあ高いですしね、1本焼くのって意外と1000円2000円するんで。いやもうラムさん今はね、もう1本焼いても3000円ぐらいしますからね。そうですよね。高いですよ。まあまあもうフィルムが完全に趣味の時代になっちゃったんで、まあ、当時はまあフィルムが全盛期だったんで、まあそういう感じだったんですけど、でまあなんかそういう雑誌ではあったけど、まあグラビア撮影とかもあって、ちょっと SM ティックな撮影とかもあって、僕は全然違うところで、あの本当にそれこそあの精神病院に潜入とかそういうのの打ち合わせしてたら、縛られた女の子は首に縄つけられてこう降りてきて、ほら全然関係ない編集部の人が打ち合わせしてるよ、いやらしい目でお前見てるよみたいな、いや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 、むっちゃ普通に打ち合わせしてたんですけどみたいな。すごいですね。あのいろんなハラスメントって僕いろんなところから聞きますけど、プレイハラスメントは初めて聞きましたね。そうですね、もう違う編集部ハラスメントですよ。プレハラ、プレハラでもう そういうのとか結構あったし、まああとね、なんか一番ちょっとやばい状態になったのが、あの全然関係ないことで警察に車を止められたことがあったんですよ。でちょっと、まあ、警察強めに来てて、会社の車がね、当時やってた裏ブブカっていう雑誌とニャンニャンクラブがね車を共有してたんですね。はあ、はあ、同じ車でやってて、でまあ僕は、まあ、エロ本じゃない方で捕まったんだけど、ちょっとその改めさせてもらうぞっつってバンの後ろを開けたらですね、まあこう縛るための棒だとか縄だとか手錠だとかもうバンバン出てきて、なんだこれは状態に。めちゃくちゃ怪しい車ですね。どんなのおもちゃがごっそり出てくるし、フィルムもバンバン出てきて、なんだみたいな、ちょっと押収するみたいな、いやそれ焼かれてしまったら、あられもない姿の写真が大量に、でこれ写真出してくれた人やばいんじゃないかみたいな、そんなことになったこともありましたけどね。あ、それは最終どうなったんですか。最終はあのなんとか説明はできて、まあ自分の罪は認めることになりみたいな感じだったんですけど、そこまでそのレイプ犯みたいなことになることはなかったですけど、まあでも結構ギリギリでしたね。はあ、なんかそれあのね、そういう雑誌で働いてる人も大変ですけど、うん、おまわりさんも大変やね。うん、おまわりさんも大変か。あとなんかそう、他の編集部の女の子はね、なんか脱がされたりとかもありましたね。なんか撮られたくないみたいなこと言っていいように裸にされてる子とかもいましたね。もうだからエロ本自体がなくなっちゃったんで、今コンビニとかでまあエロ本をねたまに見ますけど、うん、まあ朝芸とかね、あれエログラビアぐらいの感じですよね。
あんなんてもう若い人とか別に変わんないんじゃないですか。いやもう全然売れてないと思いますよ本当に。そうそうそう、だから西成に行くとウミガメのスープなんですけど、若い女の子の乗ってるエロ本ばっかり売ってるんですよ。ほう、なぜでしょうっていう。これはね、ナムさん、僕はもうバシッと当てます。ほい。買うヒットが高齢化が進んでるから人気がない。そうそうそう、売れ残ってるんですね売ってるんじゃなくて。やったー。だから人妻もんないんかいとか言ってる人が結構いるって。ないわまあだから40歳ぐらいがストライクゾーンになってきているというね、やっぱり。ああ、なるほどね。それでもだいぶ年下ですからね。まあね、そんな感じで、まあ西成でもまあだんだんエロ本とかもそんな売られてるの見なくなったというか、もうそもそも作られていないんで。ああ。本当にエロ本なくなっていくんだなって感じですけどね。まあまあまあ本当にもうまだあるのはありますもんね、一応。もうほんのちょっとだけですね。でもカタログに近いですね。カタログ。アダルトビデオの解説だったりとか、風俗の解説だったりとか、カタログ本に近いですね。じゃあもうほぼほぼ絶滅危惧種なんですね。もうそうですね、ほぼほぼ絶滅危惧種ですね。みんな大事にしてあげましょうっていう。リアル現場主義でした。バイバイ。イエーイイエーイ。